あ、ちょっと待ってください、今セットしてなかった、セットしてない、セットしてない、セットしてない、生ですか、アクシデントというのはありますね。すいません、はい、こんばんは。あ、今年の抱負を俺言ったところ、今年の抱負、はい、今年もより一層静かにしますという、ワロアティーとも57回目ですね、はい、はい、今日は僕の番組3回目だよね、3回目だよね、はい、白畑さん来ていただきました、どうぞ。覚えてくれ、はい、お願いします。はい、お久しぶりでございます。久しぶりです。あ、本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかいいですね、なんかいいですね、なんか何がそういうなんか新年、あの、ね、元あの、ね、PTA で一緒だった。そうです、そうです。そうなんですか。そうそうそう、あのママさん、パパさん、はいはいはい、そんな感じ。なんでこれ今日はなんかやったんですか。今日なんかダーツやったんですか。ダーツやったのこれ。これやってないですか。おいおい、あ、それ取っちゃってくださいなんか俺ずーっとこらこらって後ろからこれ叩かれてですか。え、今日は平田くんの方からね、はい、ゲストさん白瀬さんに出ていただきたいということで言われたんで、はいはい、まあ、平田くんにやっとこう徐々にこうシフトしていこうかなって思ってますんで、うん、平田くんの方にこうよろしく。なんだよ。あ、僕、あの、僕喋るとろくなことがないので。いいよ。じゃあ5ぐらいで。5ぐらいしてください。まず、マイク近づけてね、MC さん。まず、自己紹介をお願いします。硬いな、おい。硬いな。はい、島田駅前でアロマのお店をしております。ブルームの白畑ゆり子と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なぜですね、こうアロマのね、と言いますとですね、最近ちょっと僕アロマをかじりたいなと。何でもかじんじゃない。何でもかじる。えって顔してるんですけど、ね、香りが似合わない。で、何でもかじっちゃう。で、でですね、このアロマ男子、アロマ男子になるためにですね、ちょっと教えてもらいたいな。ってちょっと思いまして。あ、そうなの。はい、なんかお前が言うとエロいよな。エロいですかね。エロマ男子だよ。エロマ男子。もう、もうエロマでいいです、俺のこと。これエロマって呼んでください。エロマっていいと思うの番組にしようか。エロマっていいと思う。エロマっていいと思う。で、どう、コメンテーターでエロマっていいと思う。俺たまーに出るから、たまーに。エロマっていいと思う。あ、もう一枚。はいはい。ということですね。あ、それであれなのね。結構進行があるのね。はい、いろいろとあのお世話になっておりますので。お世話。ありがとうございます。お世話してんの。はい、お世話になっております。してんの。してんの。これから。これから。いろいろとこれから。はい。はい、お世話になるということですね。山さんがほーって言ってるよ。ほー、ハトまで出ちゃうよ。ハトまで、ほー出してもらいますか。ハト、はい、あの今日仕込んでないから、星ヒューマンみたく今日仕込んでないから。ハトは、あーご愁傷様でございます。そうですね、いいですね、初心者にこうでもできる選び方とか、はい、そういうのをちょっと教えていただきたいんですよ。なるほど。いいのね、そう、何からかじりゃいいのかなって。まず選び方、はい、まずメーカーの選び方がとても重要だと思うんですけども、今2000社ぐらい、え、2000ある化粧品より多いんじゃないですか。そうですね。あ、そう、うん、すごいね、アロマセンスね。そうですね、はい、その中でも、はい、
ガスクロマトグラフテスト。ガスクロマトグラフテスト。メモっとけ、メモっとけ。ガス爆発。ガス爆発発。ほら、出た出た。どこらい出たのよ。そう、その、安全を測るテストっていうのを、まずクリアしてるメーカーを選ぶのが。はい、安全ね、はい。安全基準とかあるんだ、やっぱり。そうですね。基準はない。決められてるの？有無と、ほうほう、土壌の状態、その土からの状態っていうのがまあ主に。そうだよね、はい、農薬とかはね、うん、今食べ物でもそうだもんね。そうですね、そうですね、吸うわけですか、うん、で安く100均とかで売ってるじゃないですか、モドキみたいな、うん、ああいうのって危険なんじゃないのかなって思いまして、ね、うん、言っちゃっていいか、いや、いいんじゃないですか。いや、なんかあったらもう、ダイソー的に回したよ。あ、もう、電話くれれば、ダイソーお世話になってます。いつも買ってます。そうっすね。まずはそれで。そういう、あれなんだね。製品の、はい、うん、安全性。安全性。うん。まずは安全性。はい。あと、あと入りやすい匂いとか。入りやすい匂いとか、こう、癒し系で何かこう、うん、香りとか言おうか、香り、香り、あ、そうですね、香り、もとい、香りです。エロいとか言うとさ、はい、エロい、エロい香りです。はい、うん、香りです、香り、はい、やっぱりこう、自分が好きだなって感じる香りは、はい、今の自分が欲してる作用を持ち合わせてる、はい、っていうことが言えるので、はい、うん、やっぱり好きな香りを嗅いでいただくのがいいんですけども。匂うの得意でしょ。今もいい匂いしてる。前回僕に持ってきてくれたすっごいいい香りだったんだよね。はい、やっぱり好きそうかなっていう、ね、はい、香りをチョイスしました。ありがとうございます、はい、今日は平田チョイスしてきたな。してこねえか。おしてきた。あれ、マジっすか。超嬉しいっす。なんかこの目の前に2個置いてあるからそうかなと思って聞いちゃったんだけど。マジです。はい、ありがとうございます。え、これボディークリームなんですけども、ボディークリームの、はい、違うの？一緒？あ、これ同じなんですけどね、はい、うん、今日癒される、今日どっち系をこう、まあ、とにかくリラックスしてもらいたいなっていうので。さすが、はい、プロですね。どちらって言わないという。ちょっと焼けちゃったよ。いや、嬉しいですね。体にも、はい、ハンドでも、ハンドでも使っていただけるので、ラベンダー&オレンジ、はい、リラックスの代表、代表ですね。嬉しい。スイートオレンジとはまた違う、はい、スイートオレンジなんです。スイートオレンジでも、この間もこんな感じ、ちょっとラベンダーっぽかったよね、前回もね。どうですか。癒されるこれ。もう焦点しそうですもん。ここつけとかないと、このあの加齢臭がこうなくなる。大事だ、言いますよ。ここにこう加齢臭がなるように。世のお父さん見ておいてくださいよ。ここですからね、ここね。ここですよ。ここですよね。はい。山さんちょっとつけてみます。つけてみます。はい。どうぞ。あ。ちょっといいですか。大丈夫です。あ、どこでも大丈夫です。どこでも あそこまずいです。そう、下すぎます。下まずいです、まずいです、そこまずいです。取られちゃったよ、俺取られちゃったよ。いいっすよね。あんまりこれなんかあんまり変なこと言うとこいつ脱いでこうやってやりだしちゃうから。でもなんかプロデューサー OK みたいな今顔を。やれよって。じゃあやってみたら、なんでワロが脱ぐんですか。なんでワロが脱ぐんだよ。ちょっと待ってください。また書いてあんの？いや、今日はですね、ちょっと仕込みがちょっと間に合わなくて。なんで仕込み？ごめんなさいね、いつもこんな番組出しちゃって。もうなんでこんなお下劣の番組受けたの？いや他の番組いっぱいあるのに、ね、なんで俺の時間に来たの？スーッと来ますね。また結構、ほんとだ来ますよね。結構スーッと来ますね。あ、この下につけとけばいいんだ。スーッ、こうやって。あ、でも肌荒れにも。え、いいんですか？ラベンダーいいんで。あ、おいくらですか。これは1500円で販売してます。いいの、これ使っちゃってて。あら、まあ1500円分返さなきゃだわ。いや私もやらなきゃいけないよこれ。私もやらなきゃかな。
いやうん、いい音になりました。ありがとうございます。持ってます。持ってますね。ちょっと待ってくださいね。クレジットカードでよければ。ひろし、ひろし。いやー、たまんない。ひろし。たまんないですね。なんか言われたひろし。あ、違うか。うん、言われてないね。ひろし、コメント入ってるかな。あ、これ今あの。オッケー牧場ぐらいしか入ってないですか。よし。ラベンダーか。ラベンダーいいね。やっぱり。王道だけどいいよね。王道のラベンダーから僕も入るべきなんですかね。そうですね、はい、低血圧の方は、はい、はい、低血圧、そう低血圧の方は、はい、あ、めっちゃ低血圧ですか。俺低血圧だと思ったんだけど、上が88ぐらいです。上が、俺昔そうだったんだよね。ですか、結構低いですね。低いですね。年とともに上がるから大丈夫。あ、本当ですか、うん、よかったっす。ちょっと心拍数を下げるっていう作用もあるので、はい、あまり低い方には適さない、ね、あ、そうなんですか。大丈夫です、テンションは上がってます大丈夫です、よかったです。チェンジさせていただきます。いやいやいや、ほんまです、ほんまです。もうデレデレになっちゃう、先生。いいね、教えてあげる。いや、気持ち悪くない、大丈夫、気持ち悪いんちゃうね。通うの。じゃあ通います。本当にたまんないいい匂い、はい、いい匂いですね。なんかモテ女になった気がしますもん、なんかちょっと、ちょっと誰もこっち見ないって、ね、本当ですよね。匂わないか。匂わないっす。最高、最高。あ、だからいいんだよね。ね、ほのかに、はい、ほのかに香るみたいな。やんない、たまんない。やんない。やんないもんね。ゆこちゃんつける？ゆこちゃんつける？この違い。青木さん、これちょっとつけさせてあげてください。たまんないっすよ。すごい、一緒です、一緒です、一緒です。はい、女子だけね。違う、君。これ今、これは効果はどんな効果なんですか。もう本当にリラックスの代表のブレンドになりまして、もうリラックスしちゃっても、うん、もうすぐ寝ちゃうから、ね、もうね、今俺入眠しやすい。え、違うよ、別にどこでもいいんだけど、鼻の下だったら香るね。ゆうこさん、受け、あの、受ける。大丈夫です、まあ、別に死にやしないから大丈夫だよ。アロマの、例えば、まあ、加湿器みたいなのあるじゃないですか、ディフューザーっていうんですかね、じゃなく、こう、はい、何か普段、こう、なんていうんですか、ちょっと匂うみたいなのとか、あと、自分でこう、リラックスってみたいな、こう、なんか方法ってあります。そうですね、簡単に、ハンカチとか、はい、一緒に垂らしたものを、はい、こう持ち歩く。あ、で家具とか、なるほど、こういう感じですね。そうですね、こう口拭くようなふりしてこう、そうですね、あーみたいなね、はい、うんうんうん、なるほど。前さ、なんかペンダント式のやつなんかあったじゃん。あれは何や。あれもまだお店でも販売しているんですけど、うん、あ、してるのね。はい、マイクこっち。はい、お店でも販売してます。各種取り揃えて、あれはここに通じて、はい、でここからもう匂ってくるので、匂ってくるので、はい、なので、でそれを垂らしてつけてもいいっていう感じ。だから液を出してこうつけるとか、はい、そう、原液がつけていいのは、うん、ラベンダーとティーツリーの2種類だけなんです。そうなの。じゃあ知ってた、知ってた、知ってた。原液でつけちゃダメなんですよ。ダメだよ、つけちゃかぶれちゃうよ。はい、うん、アロマをね、アロマオイルを、それは大丈夫です、それは大丈夫です。配合があるんですね。なるほど、散々つけたよ、俺。俺もめちゃめちゃつけましたね。ちょっと炊いてね、はい、そうですね、あれ、蓋がない。あ、そうですよね。そう、もちろんそうですけど、だケアするじゃないですか、オイルとかで、はい、あれっていうのは、じゃあその2種類、ラベンダーとティーツリーは原液でつけても大丈夫なんですけども、あとのものはオイルとかクリームとかジェルとかで
希釈をしてもらって使用していただきます。かぶれちゃう？やっぱり強すぎる。やっぱ皮膚刺激が強かったりとか、高濃度の液体なので、はいはいはい、なんかその、はい、あれするんですかね、その石畑さんとかでも、はい、あの成立結構すると思うんですけど、はい、テスターなんかみたいな感じのあるんですかね。アレルギーお持ちの方ですとか、あの本当の敏感肌、はい、すごくこう肌の弱い方は、はい、10倍に薄めたものを腕の内側でパッチテストを行ってから行うようにしています。あ、なるほどね。なんか痛くなりますかね。もう大丈夫かな。俺なんでも多分大丈夫だと思うんで、もうテストもなしでも何でもやってる気がする。君はあの何を硫酸かけても大丈夫。あ、大丈夫です、大丈夫です。ぜひぜひ、もう何でも何でもテスト、テストのテストやります。あ、テストのテスト、テストのテスト、はい、はい、だからそのままの現役で大丈夫かっていうのから。そうですね、これは大丈夫だっていう。ああ、はいはい、オッケーオッケー。いやいやいや、あの番組中にあのお貸ししたものを変え、変えてきたみたいな、はい、クイーン、あれ、またまた、あの、すみません、メッセージがガンガン入ってくるので、あ、はいはいはい、あの、多分これハワイなんで見れてないと思いますんで。え、誰ですか。あ、これはね、はい、モモさんだね。あ、ハワイ、あ、世界で活躍、うん、ほら、また来た、ほら今度は、台湾ですかね。あの今次のイベントに出ますかっていう返事だったんですけど、その前2月にね、ちょっとね、はい、2月の末にあのドリームプラザでイベントを開くんですけど、はい、まあそれはあの僕だけじゃなくて、はい、日本中のね、そのアーティストとかを呼んでやろうかなっていう、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。おめでとうございました。おめでとうございました。をちょっとやろうかなと思ってるんで、その前にありますよ、はい、また返事します。ドリプラン、はい、近くなったので告知を。またそれはそれで2月にさせてもらいますので、はいはい、ちょっとモノマガジンもね絡んでるもんで、はい、はい、あ、どうぞ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 、 MC ごめんなさい、取っちゃいました。そう、ここで選び方わかりました、はい、危ないのもちょっと分かりました。例えば、何お前テンパってんだよ。僕そのまあ、まず選び方からも何にも分かんなかったんで、こう例えばその行けない人っているじゃないですか。はい、僕は行きますよ。僕は行きますけど、行けなくて例えばネットとかで見るとかってあるわけじゃないですか。そういう時ってこうなんかやっぱりその選ぶ基準っていうかは、先ほど一番初めに言った以外に何かあります？以外に。うん、なんか安いけどピュア 100% って書いてるのどうなんだろう、本当なんだろうかとか、ね、あのサプリメントとちょっと共通してるかなと思う点で、うんうん、ロットナンバーの記載があるかとか、うん、大事です、はい、すっごい大事、すっごい大事です。そうですね、あとはあのメーカーの電話番号の記載があるかっていうのも、電話番号の記載と、ある意味危険ドラッグと、はい、あれも使いようで、ね、そうですよね、あれだってハーブって言って売ってるじゃない、うん、あ、そうだ、そうですよね、うん、だから、うん、あいつするものもあるんだよね、中にはね、ですよね、うん、でも合法なっていうか自然なものから作られていると思いきや、うん、化学物質が入っていたりってことだよね。混ぜ物がされてるものが多いですね。だから安いからってみんな飛びついちゃうからダメなんですよね。その安い、結構300円ぐらいであるじゃないですか。200いくらで 100% とかって書いてあるのは、ズバリ本物ですか。恐ろしい危険なものですね。なるほど、なるほど、はい、だから値段ってね、どういう付け方してるかっていうのをやっぱり考えないと。そうですね。だってその中に利益がなかったら商売にならないわけでしょ。そうです、そうです。で俺思うんだけど、匂いもそうなんだけど、はい、これ現物嗅いでみなきゃ分かんないわけじゃん。そうです。ネットで匂わないじゃん。匂わないです、匂わないです。でしょ。でうちもそうなんだけど、ネットであんまりやらないっていうのは現物見てほしいんだよね。そうですよね。触ってもらいたいね、化繊なのか綿なのかウールなのか絹なのかっていうのは、うん、実際触ってもまあ触っても分かんない人多いんですけど今、うん、でも実際ね、あのお店で触ってもらいたいっていうのと一緒だと思うんですよね。うん、でそのお店の方を信用するかどうかっていうことなんで、うん、まあネットよりも行ってください。ブルームさんに行ってくれれば。ブルームさんなんです。うん。さね。
やっぱでもあれですね、自己判断じゃなくて専門家のところに行って白田さんのところに行ってチョイスしなさいということでございますね。お前なんでさ、なるほどなるほど、これ俺のところにちゃちゃ入れるときではでけえ声のくせにさ自分が MC になったの大丈夫かおいマイクちゃんと向けてくださいね。僕マイク2本ありますから大丈夫です。バカなことばっかり言うとそういう時だけ声でかいんだよ。しろとさん、はい、そこで、はい、なんか目の前になんか、はい、いいですか、なんかすごいの見えるんですけど、はい、あ、それでいいですか、いいですよ。すいません、またも宣伝に告知ですね、はい、これなくても見れるんだったらこれ、はい、すいません、こちらの QR コードを、はい、青木さん、あ、いいか、ホームページと、はい、Facebook のページと LINE のページの QR コードになるんですけども、よろしかったらぜひ拾っていただきたいんですけども、はい、今キャンペーンを行っていまして、それぞれの入り口から入っていただくと、お試しお試し1個取れたら OK。 もうちょっと上、もうちょっと上、 OK。 おーすごい、今ねホームページ取れた、飛んだ飛んだ、はい、ありがとうございます。じゃあもう一回やりますので、これ静止画像飛んでます、飛んでますか、ありがとうございます。すごい、すごくお得なマッサージキャンペーンを行ってますので、ぜひご覧になっていただいて、あとはですね、今スクールの、はい、スクールも常にやってるんですけども、ありがとうございます、はい、いいですか、はい、2月19日スタートの2月19日スタート、はい、8回講座の募集の方も今行ってますので、よろしければ単発の体験講座も8回のうちに一度出ていただけるものがありますので、はい、ぜひ、はい、1回1日体験だといくらなの、ですね、2000円プラス材料費っていう風になって、2000円プラス材料費ね、はい、材料費はだいたい1000円なんですけども、だいたい3000円見とけば1回、はい、とりあえずお試しでできますよってことね、はい、で2名様以上ですと、はい、1500円プラス材料費っていう風にちょっとまたお得になりますので、ぜひお友達、じゃあ2500円ぐらいでいけるよっていうこと、ね、そうですね、はい、はい、もちろん男の人も OK ですか、はい、もちろんです、やったねやったね、やったね、どういう意味でやったねかわかんないけど、それは女性が来るのありきで言ってる、いや違う、そうじゃないですよ、そうじゃないです、アロマ男子ですから、アロマ男子ですから、スイーツ男子から今度アロマ男子、いや もちろんスイーツ男子も大事ですけど、アロマ男子も大事だ、まだアロマ男子一人ですから僕はまだ、もう来んねえよ、そしたら俺が先に撮ってるかもしれない、あ先に撮っちゃったよ、それいいっすね、いたらコンケイさんいるっつってあれみたいな、もうプンプンに匂いしてなんだよその匂いみたいなで、全8回っていうのは、はい、テキストから材料費全部含んで、全部込みですね、はい、それが、5万円、はい、5万円で全部っていうのがテキストからなんですよ、材料費から全部含んで、はい、っていうことですね。通常だとどれぐらいするもんなの、全然わかんないから、39万8千円、40万からするんだ、8分の1でございます40万ですよ、そうですね、全8回コース普通は、普通は40万円のところ、それを5万円でやってくれるんですよ、これは行くべきですね。もう一回QR コード、 QR コード、 QR コード、すいません、ありがとうございます。2月19日スタートですよ。これはお時間っていうのは、はい、この木曜日のクラスは19時から21時と、木曜日夜7時から9時まで2時間、はい、お仕事の後でも通っていただけるような時間帯にしました、はい、はい、であとも随時募集をしてますので、うん、今の LINE ですとか Facebook からもコメント等をいただければ、はい、ご相談に応じて開講することも可能ですので、はい、お願いします。じゃあ昼まで行きたいよっていう人も可能なわけね、はい、奥様で夜はちょっとっていう、そうですね、は昼間 OK、はい、だそうですよ、はい、ブルームさんぜひお願いします。マジでいいかも、いいですよね
ちょっと拝見したんですけど、小さいお子さんと一緒にそうですね、っていう、そう、はい、赤ちゃんをこうベビーカーにお連れしながらね、はい、受けていただく方も、はい、あ、そういうね、はい、じゃあ俺、子供の面倒見に行くかな。そっちですか。そっちですか。人生で終了。それまた僕見たいですけど、なんか写真撮りたいですけど。いいよ、やってるから。ほんで、またなんかあるの。はい、あ、泥玉あるじゃん。いいですよ、うん、はい、2月の1日に、はい、トロダマルシェと言って、ジョインマーケットさんの、主催で出店をさせていただきます、はい、でその際にアロマクラフト、先ほどのクリームですとか、はい、当店で人気の泡風呂の入浴剤などの販売をさせていただきます。泡風呂いいっすね、はい、いいですね、いいですね、セレブな感じになりますよね。違うこと考えてます。バレましたバレました、すいません、本当すいません、ごめんなさい。ちょっと想像豊かなもんですから僕、まあ、2月1日、はい、午前10時から10時から3時まで、はい、だね。あともう一個いいですか。いいですよ、1個でも2個でも3個でも4個でも、その前に、その前に1月25日日曜日に、あ、今度の日曜日だ、はい、はい、おしゃれボーイズのマルシェが島田で、あ、はい、ありますあります、はいはい、行われますので、そちらにも出店してますので、あ、はい、じゃあ25日のあれ、おしゃぼのなんだっけ、あれは元気市だよ ね、 元気市の方のおしゃぼのブースに出すってこと、はい、で協力で出すよってこと、はい、なるほどね、はい、ぜひ遊びにいらしてください、はい、25日の島田ですね、はい、25日、俺、親父の3回忌ですよ。すね、早いです ね、 ですね、まあ、もうすぐ、すぐだね、2年なんてね。全然関係ないし、ごめんなさい。いやいや、そんなないし、はい。そして、そして、なんか、はい、何かこう、こう、なんかこう、あ、何、これを、これを CHO みたいな、こう、書いてありますけど、CHO みたいな。何ですか、それは。なんか、やっぱり、こう、スイーツ男子にはこう、チョコレート食べてください。え、何、もしかしてちょっと早いバレンタイン。俺振られた、俺振られた、俺振られたし、俺振られたし。マジで。ラブって書いてない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 、残念でした。早い。スイート。甘いでしょ。待ってますよ。女子から待ってます。女子から待ってます。女子から待ってます。ちなみに2月6日なんで僕誕生日。2月って言ってるでしょ。2月、ね、2月、俺20日、俺20日。バレンタインの話してなんで4月に飛ぶんだよ。2が遠くなっちゃった、おばあちゃんだからな、まあしょうがないな。いいのこれ、はい、はい、いいな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 。何、早く喋りなよ。いや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 、いやもう見たい、食べるとこ見たいなと思いまして。なんで、あそこにもいますもん、一人、なんか何が狙ってますよ、獲物みたいな感じで狙ってます。いつもだな、まったく。すいません、ありがとうございます。今日はじゃあ見たい、お弁当みたい、お弁当みたい、見せてくださいよ。かわいい、かわいいじゃん、ゆだれしてんが。何これ、あ、これ2個あるから。いいんですか、すいません、いいんですか。スイートです。だってスイートフレンドって書いてある。あ、甘い、私たちのこと、甘い、なんかいろいろ、なんかおかしいですかね。ちょっと前じゃん、マイクかな、なんかおかしいな、聞こえてますけど。何、なんかあっちからなんか、いや、あれとかって、うまい。で、あ、まあそうこう言ってるし、もう30分過ぎちゃったじゃない、うん、あ、ちゃんとまとめてくださいよ、ということで。巻いて巻いてっていうことなので、あれなんですけど、はい、もっと本当に聞きたいことあったんだけど、プライベートで通って、ブルームさんに通って詳しく勉強したいと思います。じゃあ本日のゲストは白畑ゆり子さんでした。ブルームよろしくお願いしますね、いろいろ。よろしくお願いします。
終わりなんですか。おお、もうあの いつものいつものそわーそわーってで来週はたかちゃんだよね。1月31日に、行われるなんだっけ、エルハートでアスカデナイト、エルハートでアスカデナイト、アスカデナイト、はい、あれだよね、はい、ドレスを見せながらの新作発表会 と、オリジナルの、着物ドレスの発表 をするということで、です告知に来てくれるそうです、はいはいね、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。熊田さん、次は久々に、久々に我らがアイドル、はい、なっちゃんです。なっちゃんです。